らの白い鳥と夫婦岩に逆光だし髪もすごいんですけど本当に綺麗よ海の色は。海見えてきたわよ。綺麗だね。もう少しで駐車場みたいだね。駐車場自体は空いてるね。2、3台ぐらいは泊まれそうかな。うわあ、すごい綺麗だね。さあガッちゃん。うん。綺麗に逆光でガッチャの顔真っ暗ですけど。おお。今からオイル交換。はい。しに行きます。79,800。6キロ走っているので。そろそろまあ8万。はい。5,000キロほどなんで。はい。交換してきます。懐かしい車がいっぱい。かっこいいね。こっちでピザもできるわ。食べれちゃうし。え？ありがとうございます。すごーい。すいません、ブッシュクラフトをやってます、シノピーと申します。シノピークラフトっていう YouTube チャンネルやってますんで、チャンネル登録お願いします。お願いします。逃げる、なんで逃げるんだ。めちゃめちゃ来てもらっていいかな。挨拶もあります。ありがとうございます。こんにちは。高田ボーボーのガッちゃんと。ガッちゃんです。よろしくお願いします。わー。ということで今日は若杉のオートキャンプ場に来ていただいてですね、珍しいパターンですね。家を断捨離した組がいますが、お近くない？いや、大丈夫。山を借りるってどういうことですか？ね、すごいよね。山借りるってね。もう元はですね、4年ぐらい前から海でですね、炭を作ってたんですよ。海借りてたの？流れ的に言ったら海です。はい、海で、でそれがだいぶはしょりましたけど、いろいろ紆余曲折があったと思うんですけど、そうなんですよね。で、キャンプ場なんで、重くなくて、まだ、まだ米も叩いてもらって、思い切り叩いてもらって、頭、これ大丈夫、絶対大丈夫。僕視界がこのレンズから前だったらよくよかった。何かあった時はこのラインから後ろだと避けれないんですけど、昔ボクシングのやつってこのライン全部避けますんで。
あ、でも入ってきます、うん、結構サクサクいくね。もっと硬いかった。2回持ってきた。2回でもできました。なげ。じゃあそれをちょっと見させてもらっていいですか。ちょっと皆さん離れておきましょうか。 下がすごい大事なんですけど。やってみたら怪しいところはあるけどさ。じゃん、ブラックモンブラン湖九州だけということで初。今ジンさんとタマスケさんとブラックモンブラン初実食。久々のアイス、本当だ。もう出す瞬間にもゴロ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 、こんな感じですね。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、袋焼肉屋さんにやってまいりました。九州駐車場こんな感じです。結構余裕あるよね。こんにちは、お世話になります。はい。おー、まずそろそろすごい、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 ありがとうございます。大きい、すごい。あのね、お肉の油の甘み、油の甘みもそうなんだけど、タレ味付けさ、白ごま使ってるじゃない。ね、うん、この白ごまがアクセントになって甘みがすごい、香りが高くなる。すごい。いただきます。あった。ごちそうさまでした。うわー、ここ、はい、ただいまの時刻、日付が変わって12時回っております。そんなことなかったです。この画面はね、Gスタイルさんの画面をお楽しみに。撮影風景を撮るということで、じゃあ皆さん、明日の元気に配信していきます。じゃあ、ありがとうね。このように撮影がされてますね。ゼロ配信か。あ、カメラ回ってる。繁華街っす。福岡のどこかの繁華街です。博多駅近いのかな、雰囲気が。なんか若干さ、関東でいうとさ、新宿ら辺のこの道の感じとか道幅とかこの車の量とか似てるなって思う。ということはうちは結構ハラハラしながら、まあ、乗ってるだけなんだけど。博多駅ね。博多駅です。おお、はい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 。阪急も入ってますよ。おお、面白い形してるね。ね。これがペイペイドームなんだ。